危険なゲーム。日差しの暖かい日、ポロロたちは海で魚釣りをしています。うわ、魚が一匹も釣れないなんて。反対側に行ってみよう。あ、ここいいかも。へい。今度こそ釣れてほしいな。お、かかった。よいしょ。あきたんが釣れたわ。サメが現れました。一匹も釣れないな、いつまでここにいるつもり？そうよ、もう帰ろうよ。え、もう少し待ってみよう。うわ、かかった。一体どういうこと？僕たちを食べる気なんだ。そうなんだ。食べる？早く逃げなきゃ。よし、よいしょっと。どうして僕なんだよ。ちょっと待って。僕を食べないとダメ？それじゃあゲームで決めよう。僕たちが勝ったら見逃して、もし負けたら食べてもいいさ。ゲーム？わかった。サメはゲームをすることにしました。なんだ、ボロロだよ。何のゲームにする？あ、じゃんけんにしよう。じゃんけんぽい。ボロロの勝ち。じゃあ僕たちは帰るよ。バイバイ。待て、もう一度だ。今度は俺がお前たちに問題を出す番だ。正解なら帰ってもいいが、間違えたら今度こそ食べるからな。サメが世界で一番好きなお肉は何でしょうか？1番シロクマ、2番キツネ、3番ペンギン。そんな、そりゃ1番のシロクマじゃないかな。大外れ。正解は全部大好きです。ずるいよ。そうだよ。うるさい。俺の勝ちだろ。みんなが危ない。僕もゲームが好きなんだ。僕ともやろう。ゲームは終わったぞ。それよりこの日を離れ。ごめんね。お前たちよくも俺様のことをからかったな。お前ら覚悟しろ。こんにちは。こんにちはじゃない。こんにちは。お前また ロディはサメに乗って遊ぶのが好きみたいです。ちょっとおかしな組み合わせですが、サメとロディが仲良くなれるといいですね。よいしょ。
ホビーの風。朝になりました。ポビーの家が見えます。まだ寝てる。ボーが起こさないと。ポビー起きて。起きてよ。もう朝だってば。あれどうだ。まあとにかく起きてよかった。しまった。しまった。おっと、胡椒の瓶が。なんでここに落ちて、アクション、飽きたら元気に退散しないと。退散スタート。1、2、3、4、寒い。ボビーちょっと寒くない？寒くはないけど鼻が、ちょっと何回僕を落とすつもり？さっきから鼻がかゆいんだ、え、ポビーがおかしい。風邪ひいちゃったかな。ハリー、え、ポビー、おはよう。おはよう、ペティ。朝からどうしたんだい？お願いがあってきたの。うちのテーブルの足が折れちゃって、私じゃ直せなくて。ポビー風邪をひいたんじゃない？休んだら？風邪？風邪じゃ無理ね。またにするわ。大丈夫だよ。風邪じゃないよ。ほら、見に行こう。本当に大丈夫なの？ポビーとハリーはペティの家に行きました。よいしょ、はい、ここだね。おやつ待ってくるから待ってて。ありがとう。風邪じゃないのかな。終わった。お待たせ。今日はポビーとハリーのために特別なパイを作ったの。どうぞ。おいしそう。そろそろ帰らないと。パイを食べないなんて。やっぱり風邪だよ。早く家に帰ろう。ペティ、じゃあまたね。バイバイ。またね。よし。ポビー、僕たちかくれんぼするんだ。一緒にやらない？かくれんぼ？うわー、面白そう。帰らなきゃダメだよ。ポビーは風邪をひいてるから今日は休まないと。風邪じゃないってば。ダメ、とにかく家に帰ろう。わかったよ。じゃあ僕たちは帰るね。じゃあね。バイバイ。ポビーが風邪をひいたって？風邪って何？辛いもんなんだ。咳も出るし。咳？大丈夫かな？心配だよ。クラン。そうだ、僕風邪薬持ってるよ。私は蜂蜜持ってるわ。じゃあみんな後でもう一度集まろう。クラン。早く横になって休んだ方がいいよ。横に？大丈夫なんだけど。ダメ、こんな時はゆっくり休んだ方がいいよ。ポビーは心配するハリーのために横になりました。ポビー、具合はどうなの？よいしょ、大丈夫だよ。みんないらっしゃい。無理して落ちちゃダメ。休まなきゃダメなのに大丈夫って出るんだ。顔色は良さそうだね。本当に大丈夫だ。熱はないみたいだね。では、呼吸も大丈夫そう。違うってば、ポビーは風邪だよ。そう言うなら、ルーピー、あれを持ってきて。持ってきたわ。風邪にはやっぱりこれだ。待って、僕本当に風邪なんかひいてないよ。ポビー、少し我慢すれば終わるんだよ。いやだ。すぐ終わるよ。ポビーは外に飛び出しました。みんなポビーを追いかけます。こんな元気に走れるなら、やっぱりポビーは風邪じゃなかったようですね。
クロンと流れ星。ポロロたちはみんなで仲良く星空を眺めています。あ、星がたくさん。ほんと綺麗。何？あれは流れ星って言うんだ。流れ星は輝きながら落ちていくんだよ。クラーンクラーンクラーン。こっちに落ちてくる。うわあ、行ってみよう。あそこだ。何？夜も深まり、ポロロたちは家に帰っていきます。クロンは流れ星を家に持って帰りました。流れ星は家の中でもきれいに輝いています。クロン、悪いけど星が明るくて寝られないんだ。ちょっと片付けてくれない？クロン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 。クロンは星が入った箱を抱いたまま眠っています。朝になりました。流れ星の光が消えています。朝から何の騒ぎ？ポロロにも原因はわからないようです。一体何があったのでしょうか。本当に光が消えてるわ。なんでこうなったのか僕にもわからないな。僕もわからない、クランクラン。元気出して、私も調べてみるから。ツナ、もしかしてトントンならわかるかも。あ、そうだ。ポロロとクロンはトントンの家に向かいました。あと少しで美味しい魔法のスープが完成するぞ。トントン、トントン。こんにちは。ポロロ、クロン。あのさ、お願いがあって来たんだ。お願い？昨日の夜流れ星を拾ったんだけど、朝になったら光が消えてたんだ。クランクラン。朝になったら光が消えたって？わかった。とりあえず中に入ろう。どうぞ、座って。どうして流れ星の光が消えちゃったの？見せてあげる。クリクリタンタンタン、クリクリタンタンタン、消えろ！ちょっと待ってて、クロン、箱を開けてみて。クリクリタンタンタン、クリクリタンタンタン、明かりをつけ。あ、また明るくなった。また光が消えた。クロンクロン。星は暗い時に光って明るくなると眠ってしまうんだ。だから夜にしか見られないんだ。トントン、ありがとう。僕たちもう帰るね。バイバイ。クランクラン。バイバイ。ポロロの飛行機が暗い夜空に飛び立っていきます。クロン、準備はいいかい？クランクラン。星がきれいに輝いています。クロン、寂しいかい？でも夜になると毎日見られるよ。クランクラン。ポロロとクロンの飛行機は流れ星のように夜空を飛んでいきました。
クロンの落書き。おや、クロンが壁に落書きをしています。ポロロに怒られちゃいますよ。ポロロが帰ってきました。クロン、ただいま。あ、何の音？何やってるの？何持ってるの？どうしたんだろう。あ、壁いっぱいの落書きを見つけてしまいました。クロン、どこに行った？隠れてないで出てこい。う、違う、こっちか。ブルンブルンブルン。あ、おはよう、クロン。クランクラン。うん、それは何？クラン、クロン、見つけたぞ。そこを動くな。バイヤイヤ。逃げるな。待って、逃がすもんか。何だったんだろう。うん、よっと、これは絵を描く道具だな。あ、よし、ささっと。うわー、きれい。よし、それなら。ちっとも動かないじゃない。ボービー、動いてみて。だから待ってよ、クロン。一体いつまで逃げる気なの？クラン、クラン。え、どうしたの？ボビー、いきなり降りないでよ。クロンが家の壁に落書きしたんだ。本当に？クラン、クラン。クロンもこんなに謝ってることだし。ポロロ、許してあげて。クラン、クラン。ポロロ、もう許してあげたら？そうだよ。見せたいものがあるんだ。僕の家で遊ぼう。きっと楽しいよ。うん、もうクロンも反省してるよね。クロンも反省してるよ。クロン、もう落書きはダメだよ。約束できる？クロン、クロン。わかった、許してあげる。さあ、僕の家に行こう。行くはずよ。クロン、僕たちも行こう。クロン、クロン。見せたいものって何？行けばわかるさ。あ、なに？僕の家が落書きだらけじゃない。まさかクロン、お前が。クランクラン。クロンがやったんだろ。クラン、クランクラン、クランクランクラン。嘘つくなよ。クランクラン。この声は、ロディだ。何やってるんだろう。おはよう、ロディ。何してる？あ、クランクラン。それが、いらっしゃい。あの、落書きしたのはロディだったのに、疑ってごめんね、クロン。落書きをしたのはクロンではなく、ロディだったようです。ごめん。それ、いい感じ。クロンの機嫌はすっかり治ったみたい。よかったですね。ロディ、落書きしたのは君だったのか。うん、こんなに落書きしてダメじゃ。あは、うわー、かっこいい。あはは、かっこよくない。かっこいいよ、エディ。うわー、ホビーもいい感じ。素敵。素敵。じゃあ君たちも一緒に。クロン、ハリー、二人とも。まだ絵の具がついてないわね。ポロロたちはみんなで楽しく遊びました。仲直りできてよかったですね、クロン。
ボールはどこ？ポロロとクロンが仲良くボール遊びをしています。やっと。ごめんごめん。くらーくらー、また行くぞ。ごめんね。クロンが丘を越えて逃げていきます。後を追いかけるポロロ。クロン、お前僕を狙ってボールを蹴っただろ。ボール。ポロロとクロンが遊び場にボールを置いてきたことに気がつきました。しかしボールはどこにもありません。おかしいな。何してるの？ボールを探してるんだ。クランクラン。この辺にあるはずなのに。ボールをなくしたの？僕が探してあげる。本当に？あ、やった！さあ、始めようか。ロディ、虫眼鏡。虫眼鏡。見てみよう。何も見えないな。なんかあるぞ。あそこが怪しいぞ。よし、上の階だ。え、これは。なになに。犯人を見つけたぜ。犯人はトントンだ。トントン。トントンが来てボールをポンポンに変身させたんだ。これがその証拠だ。あら、ペティの帽子のポンポンだわ。え、それならペティを探せばいいんだな。ロディ、双眼鏡。双眼鏡。よし、見つけたぞ。出動。出動。よし、出動。僕たちも行こう。着いた。あれ、ペティは？あ、あそこだ。あっちだ。あー、気持ちいい。ペティ。おはよう。おはよう。おはよう。やっと捕まえた。捕まえる？何を？ペティ、君は今日遊び場に行っただろう。うん、行ったけど、それが？僕は遊び場でこれを見つけたんだ。わあ、私のポンポン。ずっと探してたの。見つけてくれてありがとう。どういたしまして。違う。遊び場で君はボールを見つけたはずだ。ボール？見てないよ。なら、なんでそのポンポンが落ちていたのかな。うん、そうね。もしかしたらポビーを手伝った時に落としたのかも。ポビー？ああ、そうだったのか。そうだ、ポビーだよ、ポビー。はっはっはっは。ロディ、双眼鏡。双眼鏡。見つけた。出動。よし、出動。おお、たちこ。よし、これでいいね。おはよう、エディ。お、みんなも一緒かい。ポビー、もしかしてボールを見ていないかい。ボール？ここでなくしたんだ。ボールが僕に当たって飛んでいって、それでボールがどっかに行っちゃったんだ。ここで？どこに当たったの？頭に。こうやって、それなら。ああ、どこにあるかわかった。見つけたよ、ほら。わあ、そこにあったんだ。ありがとう、ポビー。すぐに見つかってよかったね。すぐに？でもエディのおかげでペティのポンポンも見つかったわ。これで見事事件解決かな。事件解決。ボールはポビーが見つけましたが、エディも頑張りました。とにかく今日も楽しい一日でした。
不思議な夜の出来事。ルーピーがポロロの家に遊びに来ました。今日は何をしているんでしょう。トトに帽子を編んであげたの。かわいいでしょ。クランクラン。暖かそうだね。自信作よ。素敵でしょ。クランクラン。クランクラン。クランクラン。クラン。一日だけ貸してほしいの。クランクラン。いいわよ。その代わり壊したり汚しちゃ絶対ダメよ。じゃあ。クランクラン。クランクラン。そんなに気に入ったの。クランクラン。夜になりました。ポロロとクロンは寝ています。クロン、クロン、クロン起きて。やっと起きた。クロン。そうだよ、僕はトト。起きて外に出てみない。早くおいで。クロン、クロン、クロン。一緒にソリに乗ろうよ。ソリクラン。さあ出発。トトの帽子が飛ばされてしまいました。クラン、帽子がなくても大丈夫だよ。クロン起きてよ。やっと起きたね、寝ぼすけクロンくん。気がつけば朝ですね。さっきまでのは夢だったんでしょうか。ポロロ、クロン。うん、入って。おはよう、ルーピー。おはよう、クロン。トトの面倒をよく見てくれた。クランクラン。おはよう、トト。あら、トトの帽子はどうしたの。クランクラン。サンレ、トトとソリに乗ったら風に飛ばされちゃったですって。クランクラン。トトがどうやってソリに行くのよ。どこかに落ちてるんじゃない。クロン、一緒に探してみよう。クロン、もういいわ。クロン、本当に頑張るさ。また夜になりました。それからクマの王子様は、もう寝ないと。おやすみ、トト。ルーピー、ルーピー、目が覚めたね。早く起きて。トト。そうだよ。まさか、信じられない。ルーピーと一緒に遊びたくて起こしたんだ。私も遊びたいわ。よし、何しようかな。あ、そうだ。えい。うわー。よいしょ、ルーピーも乗って。面白そう。待ってて。よいしょっと。よし、出発します。わー、素敵ね。トト、帽子がないけど寒くないの。大丈夫だよ。それに帽子はクロンとソリに乗った時なくしちゃったんだ。本当に。私、クロンが嘘をついていたと思ってたの。トト、ポロロの家に連れて行ってくれない。うん、もちろん。ルーピーとトトはポロロの家に飛んで行きました。クロン、クロン、やっと起きた。元気。私も一緒よ。クロン、嘘をついてると思ってたの。私が悪かったわ。ごめんなさい。クロン、クロン。お詫びに美味しいパンをあげるわ。朝にポロロと一緒に食べて。クロン。そろそろ帰る時間だよ。うん、じゃあ帰るわね。おやすみ。おやすみ。クランクラン。ルーピーとトトが帰っていきました。そしてまた朝になりました。うわ、あれ、なんでパンが。クロン。クラン。このパン誰が持ってきたの。ルーピークラン。ルーピーが？いつ？昨日の夜。あ、な、何？夜には不思議なことが起こります。もしかしたら今夜も何かが起こるかもしれませんね。